はい、じゃあね、続いてね、B の5番図形と方程式に行きましょうか。まず問題としてね、K っていうね、円の方程式が与えられてて、まあ、これのね、中心を C としたときに、まあ、この C とね、半径を求めなさいってことなんだけど、まあ、この円の方程式確認しましょうか。括弧 x-a の2乗足す括弧 y-b の2乗イコール r の2乗の形になっていたら、中心が AB で、半径が R ってわかるんだよね。つまりさ、まあ、このままだったら、中心半径わかんないから、まずは平方完成していこうか。2乗とね、4x を見てあげて、この形にしましょう。括弧の2乗の形、じゃあ何が入るかな。 4x だから、プラス2でいいかな。プラス2入れてあげて、マイナス4でいいかな。同じように、y2 乗とマイナス 6y を見てあげて、y マイナス、3でいいかな。はいはい、マイナス9。あとは数字ね、プラス8を、書いてあげまして、これで2乗足す2乗の形になったね。いらない数を、はいはい。こっち側ね、移行してあげれば、マイナス1とマイナス4で、5だね。5。ってことが分かるじゃない。つまり、中心が、はいはい。マイナス2、3でね。マイナス2、3で、半径が、ルート5。っていうのが分かるね。OK。じゃあ次の問題行きましょう。はい、じゃあね、続いてね、括弧2番行きましょうか。まあ、括弧2番の問題ね。2点 AB があって、A を通る。A を通って、AB に垂直な直線 L を求めなさいってことなんだけど、まあ、垂直ってことだからこれ確認しようね。傾きと傾きを掛け算したら、マイナス1になるってことね。ああ、そこから行きましょうよ。まずさ、AB の傾きから出すよ。AB の傾きは。はいはい。AB の傾きっていうのは、X の増加量分の Y の増加量だね。X 注目してあげて、マイナス2、マイナス4分の上が、8-6でいいかな。8-6。を計算してあげればさ、マイナス6分の2、つまり、マイナス1分の1。それがわかるよね。で、今求めたい L の傾きだけど、L の傾きは、L の傾きを、M とでも、しようか。M と置いてあげればさ、AB と、L は、垂直より。はいはい。垂直ってことが分かればさ、このマイナス3分の1と、M を掛け算してあげるとどうなの？マイナス1なんだよね。いいかな。これ、ね、傾きかける傾きはマイナス1を使いました。つまり、M は、はい、3だね。ってことが分かるじゃない。あとはさ、M が分かって、傾きね、傾き分かって、通る点、マイナス2、8が分かっているから、直線の方程式、これは大丈夫かな。これ使っていきましょう。Y マイナス8イコール、三角形ね、三角形 X。これね、マイナス、マイナスみたいなね、マイナスみたいにするから、プラス。これありましたね。これ代入しました。代入しました。あとはこれ計算してさ、3x プラス6。つまり、y は 3x プラス14だね。プラス14を求めることができましたね。じゃあ、括弧2の後半戦。はい、じゃあね、続いてね、括弧2の後半戦いきましょうか。また、C からね、L に引いた垂線。C から L に引いた垂線との交点を M としたときに、まあ、CM の長さを求めなさいということなんだけど、まあ、C は括弧1番で円の中心を求めました。L もね、括弧2番の前半で求めたね。つまり、この長さは、点と直線の距離で一発でね。まあ、一応見ましょうか。点 ST 直線 AX プラス BY プラス C があったら、これね、ルート X の前と Y の前を見てあげて、A2 乗足す B2 乗。絶対値の代入するイメージ。X に S を、Y に T を代入するイメージに絶対値をつけておしまいだ。じゃあやっていこうか。点がもう分かってるので、点、マイナス2、3。はいはい。直線。直線はこれさ、これよりも、イコール0の方が分かりやすいから、Y をこっちに移行してさ、これが 3X マイナス Y 足す14イコール0にしようか。の距離。はい、の距離はね、答えなしです。はい。ルート、X と、ね、Y の前を見てあげて、2乗2乗すんだよ。9足す1でいいかな。9足す1。絶対値の代入するイメージ、代入して。マイナス6の、マイナス3ね。はいはい。で、14。ってことがわかるよね。あとはこれ計算するとさ、ルート14分の9だから、5だね。絶対値5。つまり5だ。繰り返し5が必要ね。10分の5ルート10。で、つまりね、2分のルート10。って求めることができますね。じゃあ次の問題いきましょう。はい、じゃあね、ラストね、括弧3番やっていきましょうか。まあ、括弧1番、括弧2番がさ、結構簡単だったから、まあ、括弧3番もね、簡単じゃないかなと思ったんですね。難しかったでしょ。
ね、カッコ3番だけなんか意外にグレードがバンと上がったよね。そんな感じがします。じゃあね、最後やってみましょうか。まあ、カッコ2番の時だからこれだね、うん、L と CM は使ってどうぞって感じ。この時に形状に、うん、円形あったじゃん、円形状に動点 P、うん、動き回る点 P がどっかにあるらしい、どっかにあって、それでさ、 PM の長さが最大になる時、これは難しいね。PM の長さが最大どこってまあ、PM って、まあ、P どこら辺に作ろうよ。それが、まあ、マックスなので、マックスになる時の P を P0 として四角形 AMP0B AM、 まあ P0 これでしょ、 P0P の四角形の面積を求めなさいよって言うんだけど、まあここじゃん、 PM の長さが最大じゃん。まあこれが難しいんだけど、まあ N の A の上にさ、まあ P どこかにあるんだけど、まあここら辺ではないよね。うん、これだと NP 短すぎるじゃん。うん、じゃあ一番長いとこどこって話なんだけど、まあ書いた通り円の中心を取るときです。円の中心を取るとき、MP、MP の長さがマックスになります。なんとなくイメージできるんじゃない？P がさ、ここら辺より、P がここら辺より、P がここら辺より、P がここの方が一番長いんじゃない ？MP ね。OK。つまり PM が C を取るとき、円の中心を取るときがマックスですっていうお話。OK。じゃあ、まあ、ここら辺に、P0 があるとしようよ。P0 ね。ここら辺に P0 としようよ。この絵を抜き出しました。そうすると A、M、P0、B の形になるよね。この四角形、この四角形って何の形だろう、これ何、四角形じゃない、これは台形でしょ、これ台形、台形って何かしてる、台形、台形、あのね、このた、あの一組が平行になってる四角形のことをこれね、台形って言うね。これさ、ちょっとさ、直角直角じゃん、こう直角直角だったじゃん、だからこれ台形ね。で、あとは台形のさ、公式使っていければ、上底足す下底かける高さ割る2、できるね。でさ、上底に関してはさ、これさ、2点 AB 分かってるから、これ距離の公式使えばさ、 AB の長さが分かるよね。んで、その次 MP0 なんだけど、この長さどうしようって話になっちゃう。 M のさ、座標ってさ、いや分かんないんだよ、やってないもん。CM の長さやったけど M の座標やってないし、 P0 もちろん座標分かんない。じゃあこれ長さ分かんないじゃんって話になるんだけどさ、見て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 、横見て、おーねー、おーねー、見た見た見た、ここら辺にさ、 C あるよね、 C、 C あるよね。でさ、 CM の長さってなんだっけ、おーね、2分のルート10、これ求めたじゃん、2分のルート10求めたじゃんね。でさ、 CP0 って何、ルート5だよね。これさ、円の半径さ、ルート5を求めたじゃん。つまりさ、 MP0 はこれとこれを足し算すれば求められるよね。はいはいはい。最後、高さやけど、高さ AM の高、この長さを求めるんだけどさ、あ、これ点があるから、あ、点と直線の距離かな、あー、惜しい。これさ、だってさ、 MP0 のさ、この赤い直線さ、わかんないじゃん。あ、これ求めるの大変だね。うん、どうしようかって話になるよね。あれ、じゃあ違う考え方しようとしたら、どうしよう、 M の座標が分かれば距離の公式がある。 M の座標どうやって求める、あ、困っちゃうね、 M の座標困っちゃうね。また見て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 、あー、 MP0 の間に何かの点ない、 C があるね。ここの座標は分かってるの、分かってるね。ここの座標はマイナス23ですよ。マイナス23って分かってるじゃない、点が分かってて、あとはこれがブルーの直線だったら、これさ2点あるから、直線の方程式が求められるね。つまりこことここの直線で何ですかの、点と直線の距離を使えば、この長さが求められるっていうお話。いいかな、最後はここじゃなくてあえて、ここで点と直線の距離をするんだね。 OK、 じゃあやっていくよ。まずはこれからいこうか。 AB の長さからいきましょうか。はいはい。AB の長さはルートをこれね、引き算するんだよ、引き算するんだよ、引き算で X 座標と X 座標引き算ね、マイナス2マイナス4の2乗を足す。はい、 Y 座標もね、引き算します。8引く6、8引く6の2乗、はい、2乗計算してマイナス6の2乗だから、まあ、36、はいはい、2の2乗だから4、はいはい、ルート40、つまりルート40って何、2ルート10だね、2ルート10。はい、これでね、ブルーが終了です。はい、上底終わりました。はい、次ね、仮定いきましょう。仮定ね、 MP0、 はいはい、MP0 はどうやって求めるのって、そのまま求めるとしたら座標が分かんないから困りました。だからこれを使うんだね。うん、 MC 足す、うん、CP0 でいけますね。はいはいはい、 MC っていうのが2分のルート10、はいはい、で CP0 っていうのはちょうど半径だね、つまりルート5。なんか計算できそうで、できそうでできないね。あ、できないよ、これは計算できないよ、やめてねこれ計算できないね。これ赤が終わりました。はいはい、上底出す過程が終わりました。で、最後高さだね。高さ行くために、これね、点と直線の距離使いたいんだよね。じゃあまずこれ
直線の式出そうか。直線 AB。さっきさ、惜しいとこまでなしね。これの傾き出したんだけど、まあ、もう消したから、もう一回やる。いくよ。AB の直線は、注目するんだよ。1個注目してね。これにしようか。マイナス2、8に注目してあげて、Y、マイナス、見て。8だね。8イコール。ここで傾きを作るんだ、傾きね。さっき傾き出したんだけど、一応もう一回やりましょう。X の増加量分の、マイナス2、4、マイナスに引く4、マイナスに引く4、同じように8、引く6、あれいいかな、カッコ X、ここ見てね、マイナスマイナス2だから、プラス2、はい、いいかな、一つの点にね、注目してあげて、こんな風に作るんだね。あとはさ、ちょっと計算してあげて、これさ、マイナス6分の、2だね、つまり3分の1だね、はい、はい、3分の1と、求めることができるね。でさ、これさ、まあこのまま計算してもいいんだけど、結局さ、点と直線の距離使うときってさ、なんとかイコールゼロの形がいいよね。わかる？ほにゃららほにゃららイコールゼロの形の方が点と直線の距離いいよね。だからさ、これさ、両辺マイナス3倍し、マイナス3倍。マイナス3倍してあげれば、こうじゃない？こうじゃない？こうじゃない？これ移行しとこうか。移行しとけば、x プラス 3y マイナス22イコール0だから、こっちの方がさ、点と直線の距離使いやすいじゃん。OK。じゃあやってくださいね。C、点。はいはい。点がマイナス23。で、直線が。はいはい。今出した直線ね。ブルーの直線でね。x プラス 3y マイナス22イコール0。このね、中心、円形の中心と、直線 AB のね、直線を使いまして点と直線の距離いきましょうか。はいはい、いきますよ。まずはね、X と Y の前見て二乗するんだね。1たす9、はい、1たす9分の全体値代入するイメージだね。はいはい、代入してマイナス2、代入して9、はい、マイナス22、はいはい、ルート10分の計算したら7だからマイナス15、絶対値のマイナス15は、これだ、15だね。なので、ルート10分の15、まあ、ここでストップしていい、なんかさ、後でさ、約分できるね。なので、飛びます、はい。これで全部役者が揃ったね。S イコールするよ。S イコール、上底足す過程いくよ。上底が、これね、ブルーの、2ルート10。2ルート10足す過程がね、赤のこれね、2分のルート10足すルート5。はいはい。かける高さがこれね、ルート10分の15かける最後ね、2分の1を、しましょうよ。これでね、順序つけようか。2ルート10、青、緑ね。これで全部終わるね。あとはこれかけ算していくんだけど、まあ僕から言いましょうか。ルート10分の10計算できるね。2ってさ、2分の4だね。つまり、2分の5ルート10だね。2分の5ルート10にしとこうか。はい。で、ここ、なんか下でね、2ルート10分の15にしようか。じゃあこれ、計算してあげるとさ、これさ、2分の5ルート10の2ルート10、15足すルート5の、2ルート10の、15、無理やり全部書きました。あとは約分できるのか、約分しようね。ペンペン、あとはないね、ペン、これいいかな、ルート2いいかな、ちょっと書き直すよ。4分の、これ難しいね、75、75足す、これがこれさ、有力しようか。4分の何？ 4 分の？15ルート2だよ。15ルート2。まとめようか。4分の75足す。15ルート2。と求めることができましたよっていうお話から。まあ、ここじゃないか、やっぱり。ここじゃない。PM の長さが最大になるとき、PM の長さが最大っていうのは、円の中心を通るとき。あれ、これ、交差の文字でも同じですよ。交差の神経虫ね。円の中心を通るとき、長さがマックスね。まあ、これ、神経虫よく出るんだよ。ね。まあ、神経虫に限らずよく出るから、ぜひ覚えましょう。長さマックスのときは、円の中心を通るとき。まあ、言われれば、なんでもおかしい。気づけるかって話だと。あとはね、これ、ね、台形に気づいてあげてさ、あとは上底出すかでね。かける高さ。まあ、これはいいけど、まあ、ここね、ちょっと難しいね。この長さね。座標がないからどうしようか。なるほど、もう出してたんだなっていう動画絶対あったよね。あとはあるかな。ね。ちょっと計算があった。あと答えが来てない。答えが来てなくてこれは不安になるね。終わった後もさ、友達でさ、4分の2だったみたいな。なんでだよ、75、15ルートにみたいなね。盛り上がるタイプの答えだね。はい、じゃあ次の問題、よいしょ。